民進党はきょう臨時の党大会を開き新しい代表を選出します代表選挙に立候補している前原元外務大臣と枝野元官房長官がきのう夜それぞれ決起集会を開き支持を訴えました決してここで油断することなく選挙というのは最後の最後まで皆さん方にお気持ちをいただく出遅れだったら間違いないわけですが それを分かった上でこれだけ熱く皆さんに応援していただいていることは本当にありがたいと思っています代表選挙は党大会での国会議員の投票に加えてすでに郵送での投票が締め切られた党員や地方議員などの票を入れたポイント制で争われますこれまでのところ前原氏が国会議員の過半数の支持を集めるなど優勢で枝野氏は 菅元総理や岡田前代表らの支持を取り付けているものの、伸び悩んでいます。新代表が選出された後は、新体制の執行部の人事が焦点となります。